司令官。はい、司令官ジャシック。通信が途絶えてから1時間もしないうちにクリール攻撃作戦は失敗したわ。奴らの妨害を阻止しないとパイロットの命が危ないのよ。私の部下を見殺しにする気？何とかして。司令官、情報部にもクリールのことはつかめないんですよ。あいつの軍隊は突然現れるのよ。基地を作ったかと思うと消えてしまう。その方法も理由もわからない。でも絶対にその謎を突き止めるわ。奴らは殺人集団よ。エアーアサルトの出撃体制は万全か確かめなさい。クリールの軍隊が秘密兵器を持っているならそのデータが欲しいのよ。これは命がけの任務になるかもしれないわ。ハッチ、ウォーカー、ブリーフィングは読んだわね。クリールの軍隊が現れ始めたのよ。アルファチームが追跡していたんだけど、ほとんど撃墜されちまったらしいな。敵軍は強力ですからね。オミクロンチームがすでに出撃したわ。でもあなたたちの任務はクリールが使っているという新しいエネルギー、それを探してきてほしい。そういったことならそれしまいだ。任せてくださいよ。ウォーカー、いつもの任務とは違うわ。ホットゾーンに潜入してそのエネルギーを持って帰るのよ。ロック解除、マックスパワー、エアーアサルト出撃準備。We'll be right back.
も出なくていいわ。エアアサルトは再装備されて今キャニスターを回収中よ。次の目標は南50キロ、放射性妨害物質でガードされてるわ。クリールの軍隊へ？ちょっとまた敵陣に向かうんですか？その通り。でも今度はキャニオンゾーンよ。今出撃できるのはあなたたちしかいないの。何でも跳ね返すあの奇妙な妨害物質、その正体を調べて。